お母さん、夜遅くにすいません。リクさんと連絡つきますか？あら、ミオさん、どうしたの？これから出産に入るんですが、リクさんがまだ病院に着かないんです。病院からも何度も電話をかけてもらっているのですが、なぜか出てもらえないみたいで。息子のリクなら今一緒に晩ご飯を食べているわ。ご実家に行っていたんですね。では急いで病院に来るよう伝えてもらえますか？私もう分娩室に行かないといけないので。息子は出来損ないの嫁の出産に駆けつけません。一人で勝手に産んでなさい。え？産み終わったら離婚の手続きするから連絡ちょうだいね。それじゃあ頑張って。待ってください。え？離婚？どういうことですか？息子のリクにあなたは必要なくなったの。だから離婚させるのよ。全然意味がわかりませんよ。これからお母さんの孫を産むっていう嫁に離婚だなんて一体何を考えてるんですか？あんなの私の孫じゃありません。え？双子だし、どちらも女だし、私の孫にふさわしくないわ。うちは跡取りが必要だから男を産めってあれほど言ったのに。双子でも女の子でもいいじゃないですか。大事な私とリクさんの子供ですよ。こんなのリクの子供だなんて私は認めません。リクにはもう別のふさわしい女性がいるの。だからとっとと離婚してちょうだい。は？別の女性？さすが私の優秀な息子だわ。離婚する前からもうすでに次の女性を見つけていたなんて。しかもその方の中にはもう子供もいるんですって。浮気相手がいた上に妊娠させていたんですか？しかもお腹の子は後取りにふさわしい男の子よ。これで我が家は安泰。だから出産終わったらとっとと荷物まとめて出て行きなさい。嘘でしょ？あまりのことで陣痛の痛み忘れそう。あら、それなら楽に産めるわね。よかったじゃない？そうですね。怒りのおかげで一瞬で産めそうです。じゃあもう離婚届を病院に送っちゃおうかしら。退院したらすぐに離婚届を出しておきなさい。いいわね。ミオさん、お久しぶり。お元気かしら？一体何の用ですか？出産時に、嫁とお腹の子を捨てるような姑や元夫とは、もう二度と関わりたくありません。そんなこと言わないでちょうだい。今日はその子たちについてお話があるのよ。今それどころじゃないんです。子供が急に家からいなくなって、双子のもう一人が言うには知らない人が家に上がり込んできたって言ってるし、どうしよう。これが誘拐だったら。落ち着いて大丈夫よ。あなたの子供は今私たちと一緒にいるから。は？ミオさん、あなたひどいわ。双子の一人が男の子だったなんてどうして早く言ってくれなかったの？おかげで迎えに行くのがこんなに遅くなったじゃないの。お母さんのところに私の息子が？誘拐犯はお母さん？産んでみたら性別が違ったっていうのはよく聞く話だけどね。あなたはほうれん草ってものを知らないの？男の子を産んでいたならすぐに報告しなさいよね。これからは私たちがあなたの息子を後取りとして育てますから。ちょっと待ってください。いきなり何勝手なこと言ってるんですか？あなたたちには男の子を妊娠した浮気女がいましたよね。あの女は嘘つき女だったからすぐに追い出したわ。確かに男の子を産んだけど、生まれてきた子はお肌が真っ黒。あの女、外国の女と浮気していたのよ。企んだったんですね。後取りも失って、本当に今日の今日まで悲しかったわ。でもね、風の噂で、双子の片方が男の子だって聞いたのよ。だから私急いで迎えに行ってあげたの。勝手に人の家に上がり込んで何がお迎えですか？こんなのただの誘拐ですよ。この子は私の孫で、私はこの子のおばあちゃんよ。家族なんだから誘拐じゃないわ。もうリクさんとは離婚していて、お母さんとは他人です。立派な犯罪ですよ。そんなこと言ったらあなたも犯罪者よ。大事な後取りは今まで隠していたんですもん。これも立派な誘拐だわ。ちょっと言ってる意味がわからないですね。とにかく子供を返してください。絶対に嫌よ。この子には英才教育をして、立派な跡取りとして育てるの。ちょっとやんちゃだけど、顔は陸にそっくりだわ。きっと将来優秀な子に育つわよ。ならその子も浮気男になるんですね。残念です。浮気なんて魅力的な男しかできないことなのよ。素敵なことじゃないの。私が手塩にかけていい男に育ててあげるわ。子供にとって悪影響でしかないですね。あなたの元で育つ方が悪影響よ。この子は後取りになる器なのに、
貧しい母子家庭で過ごさせるなんて。母子家庭なのは、とある姑に離婚を迫られたからです。養育費も支払われず、決して裕福ではないですが、楽しく三人で暮らしています。この子はこれから私たちから愛情を受けて、すくすく育つの。毎日いいものを食べさせて、欲しいものだって何だって買ってあげるんだから。わがままなおデブちゃんにならないといいですね。私の孫だもの。いい男に成長するに決まっているでしょ？大事な後取りなんだから、丁寧に育てないの。そういうわけだから、あんたはもう一人の女の子を育てなさい。あんただって、養う子供の数が減って嬉しいでしょ？二人とも大事な私の子供です。息子も娘も私が育てます。もう男の子は私の親にいるのよ。絶対に返さないんだから。双子の男の子は、このままもらっていくからね。後取りとして私たちが育てるわ。その子、私の子供じゃありませんよ。え？どこぞの子供を後取りにしたいんですか？血のつながりのない子供は嫌で、浮気女を追い出したのに。何言ってるのよ。私が連れてきた子はあなたの家にいたのよ。ミオさんが産んだ双子の男の子よ。息子と娘は今、自宅で私と一緒にいます。お母さんが誘拐した男の子は、近所で有名な放置子ですよ。え？二人が言うには、私が近くのスーパーで買い物をしている間に、放置子が家にやってきたそうです。どうやら、裏の勝手口から侵入してきたみたいで。でも、家には男の子と女の子の二人しかいなかったわよ。息子は正義感の強い子ですからね。スーパーにいる私のところに知らせに来てくれたんですよ。え？じゃああの時家にいたのは放置子だっていうの？狙いの男の子はあなたのところに？その間にお母さんは侵入したみたいですね。娘は放置子とお母さんの侵入でパニックになってましたよ。ようやく泣き止んでくれましたが、これが娘のトラウマになったらどうするおつもりですか？せっかく後取りを連れて帰ってきたと思ったのに、激しいことしやがって！私に八つ当たりする前に、お子さんを返しに来た方がいいですよ。その子の親が慌てて探しています。お母さんは家族でもない他人の子供を誘拐したんですからね。どうしよう。急いで子供を返しして事情を説明しないと。お子さんのご両親には、ひとまず私が見つかったと説明しておきます。お母さんはなる早で、子供を連れてきてくださいね。わかっているわよ。とにかく警察だけには通報しないよう止めておいてね。お願い、ミオさん。私たちのこと助けてくれないかしら。私は子供たちを、あなたたちに渡すつもりはありません。いい加減連絡してこないでください。違うのよ。今は双子のことじゃないの。お願いだから話を聞いてちょうだい。え？子供以外のことですか？私たちね、この間間違って連れて行った子供のご家庭と今揉めていて、どう話し合っても解決できそうにないから助けてほしいの。あなた、そのご家族とご近所でしょ？うまい感じに、あのご家庭と話をつけてくれないかしら。あの有名放置子一家と揉めてるんですか？会社後取りのために間違って連れて行ったって説明したらね。ぜひ、うちの息子を会社後取りにしてくれ。って言い出したのよ。それでせっかく返したお子さん押し付けられちゃって。あら、養子として出してもらうんですか？後取りを欲しがっていたし、よかったじゃないですか。よくないわよ。あのご両親養子帯として5000万よこせって言ってるのよ。5000万？あんな教養もない子供をなんで私がお金出して育てないといけないの？あのガキ、私のことを金持ちパパって呼ぶのよ。うちにふさわしくない子供だわ。大丈夫ですよ。お母さんなら英才教育で立派な後取りに育てられます。四女の性格もリクさんに似ていて好印象だったじゃないですか。どこが息子のリクに似てるって。顔も似てると言ってましたよね。将来きっとリクさんみたいに自称優秀な子に育ちますよ。育ちません。あんな非常識なことを言い出す親の子供よ。言葉の時はギャうるさいし、今日なんて父親と母親は会社の重役として働かせるとか言い出したの。なんなのよ、あのご家庭は。さすが有名放置子一家、レベルが違うぜ。あなたのせいで間違えて連れ出しちゃったのよ。責任取って何とかしてちょうだい。無理ですね。
誘拐犯シュートメ VS 非常識放置後以下の戦いなんて、少しでも関わった瞬間に大やけどですよ。こっちはすでに大やけどどころか一家全焼寸前よ。あまりにしつこいから強く怒ったら、子供の誘拐で訴えます。とか言い出したんだから。お青コーナー、非常識家族が必殺、訴訟パンチを繰り出した。これは一発 KO になり得るのか、なり得ちゃうのか、誘拐犯シュート目は警察に連れて行かれるのか。あのシーンで解説してるんじゃないわよ。こっちは本気で困っているのよ。こっちは本気で爆笑してますね。目には目を、歯には歯を、やばい人にはやばい人たちをですね。私はただうちの跡取りが欲しいだけなのに。いるじゃないですか、ホーチゴくんが。ぜひ何でも買い与えて、素敵な跡取りに育ててあげてください。会社重役も即戦力になりそうな人が増えていいですね。即戦力どころか即倒産よ。あんな人たちに関わられたらもう会社は終わったも当然よ。あなたみたいな人が経営してる時点で会社も倒産寸前ですけどね。お願い助けてちょうだい。もう男の子欲しいなんて言わないから、このトラブルさえ解決したらもう二度と関わらないよ。あなたご近所に住んでいるんだから何とかしてよ。すみません、もう引っ越したんでご近所じゃないんですよね。え、娘がトラウマになったのか、あの家で眠れなくなったんです。だから他のアパートに引っ越しました。次はセキュリティもしっかりしているところです。そんな、それじゃあご自身で解決頑張ってくださいね。お母さんたちは有名放置後一家に3000万の示談金でなんとか解決させました。しかし味を占めた放置後一家はほぼ毎月お金を寄せに来ているらしく、元夫と姑たちはおとなしくお金を支払う日々が続いているそうです。